アイテム番号 SCP-225JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。現在 SCP-225JP はサイト8125の SAFE クラス保管用ロッカーにて、 2800g が 100g 容器ごとに保存されています。SCP-225JP を SCP-225JP そのものの実験的で使用する場合は、担当レベル3職員の許可を得てください。ただし、それ以外の用途についてはレベル5の職員で申請を行ってください。また、実験等により生成された SCP-225JP は同様に保管してください。また、SCP-225JP、A は現在39条が同一ロッカーにて保管されています。説明。SCP-225JP は赤い粉末です。79% が編集済みであり、残りは未知の成分によって構成されています。これらは経年による劣化の様子を見せていません。SCP-225JP は循環系を持つ生物によって摂取されない限り、異常な特性を示すことはありません。SCP-225JP を 21g 以上摂取した生物は、摂取時点の状態、意識が維持されるようになります。摂取した動物の行動は肉体の破壊以外の方法によって阻害されません。行動を阻害するような肉体的反射、危機回避的な思考も欠落することが認められています。知性体によって摂取された場合、摂取時点の目的を実行するための行動を取るようになります。その行動はもともとの判断能力に依存しますが、別途の薬剤と併用することで、効果を高めることは可能です。SCP-225JP を摂取した動物は、一定時間を経過すると体内に存在する血液が同量の SCP-225JP に置換され、即死します。その時間は動物の体区によって変化するようです。実験の結果、摂取後からの心拍数が、編集済み、回目になると置換が発生することが確認されました。置換した後の死体は、SCP-225JP が損傷によって体外に流出しない限り、腐敗、損耗する様子が見られません。SCP-225JP は、県の山中にある旧研究所にある死体から抽出されました。死体が一切腐敗していないことから、当初は死体がアノーマラスアイテムとして収容されましたが、検視の際に SCP-225JP が発見されました。その後の調査により、旧研究所において興奮剤と合成された SCP-225JP の錠剤、SCP-225JP、A が見つかりました。以下は実験記録の抜粋になります。実験記録 SCP-225JP 3、日付、年、月、日。対象、20日ネズミ、2ヶ月、有、実施方法、SCP-225JP を混ぜ込んだ餌を摂取させる。摂取時点から攻撃を加える。結果、聴覚破壊に十分な音響装置、視覚破壊に十分なレーザー発生装置を使用しましたが、被験体はそのまま餌を食べ続けました。約2分後に死亡が確認されました。実験記録 SCP-225JP 6、日付、年、月、日。対象、B-225JP 01、実施方法。SCP-225JP を摂取させ、肉体に攻撃を加える。結果、屈曲反射を含むあらゆる侵害反射が認められませんでした。刃物の眼球へのトゲ、熱湯への暴露などに対しても、B-225JP-01 は反応を示さず、ただ手持ち無沙汰に座っていました。攻撃については、痛いし見えないし、やめてもらえませんか？とだけ答えました。約7分後に死亡が確認されました。実験記録 SCP-225JP 7、日付、年、
月、日。対象、B225JP、02、実施方法、クロスワードパズルを解くように指示してから、SCP-225JP を摂取させる。その後、肉体に攻撃を加える。結果、銃撃によって両腕が筆記不能になるまでの間、クロスワードパズルを解き続けました。B-225JP-02 は銃撃に対し、痛いからやめてくれ、と落ち着きながら返答しました。肉体に対する痛みよりも、血液によってパズルが汚れることに不快感を示しました。約7分後に死亡が確認されました。実験記録 SCP-225JP-9 日付、年、月、日。対象、B-225JP-03 実施方法 SCP-2 するよう指示してから SCP-225JP を摂取させる。結果、B-225JP-03 は SCP-5 を駆使した時点で強行状態に陥り、指示を拒絶しました。そのまま SCP-225JP を摂取させたところ、B-225JP-03 は強行状態のまま逃亡を図りました。約4分後、終了されました。メモ、スーパーマンになれるわけではないのだから、当たり前の結果だ、博士。ほい。SCP の収容につき決死体が必要となるケースに、SCP-225JP を使用する方法が考えられています。捕食等、収容の対象による SCP-225JP 摂取の恐れがないと判断されれば、申請は許可されます。付録、225JP-A 以下は、発見場所である旧、研究所のファイルから確認された文章です。判読不能。だが、求められたことはやった。言われた通りにやる奴が欲しいんなら、こっちも言われた通りのものを作るまで、だ。こんなので、判別不能、とは思えないけど、勝てるものも、勝てなくなるんじゃないのかな。編集済み、日担当、向井。完成した、判別不能、上は、判別不能、240条が出荷されました。編集済み、日担当中山。